横浜街歩きの見どころと楽しみ方というタイトルで、仮のタイトルをつけさせていただいたんですけれども、ちょっとそれ以外のところも含めてですね、お話を進めていきたいと思います。このタブレット型端末ですね、今回はあの iPad というあの、Apple の、端末を使っていますが、それ以外にも、Android もありますね。使い方としてはこういうふうな、タブレットになっていて、お使いの方もいらっしゃると思いますけれども、この下の方にボタンがありまして、押すと電源が入るというんでしょうかね。そしてロック解除っていう、ここをこう指で触るとですね、ロックが解除されます。で、画面が出てきたりします。そうですね、これだけ見てもらうということで考えれば非常に単純で、右か左かにこういうふうに触るとですね、スクロールしていくと、ページめくりしていくというものです。で、さらにちょっとこれの面白いのは指先で拡大縮小ですね、こうやると細部がよく見えるということで、とても便利なんですね。で、街歩きも面白いんですが、この、資料にアクセスする面白さがこれまでのものよりも、倍増するかなと思いますので、ちょっとご参考までですね、見ていただければと思います。で、これはですね、いわゆるその電子書籍と言われているものなんですけれども、PDF にするとですね、簡単にこういうふうに取り込んで、一つの書籍がもう一つ一つこう表紙がついて見れるということなんですね。で、サントウェダ歴史資料集ちょっと選ぶと表紙が出てきます。今日手始めにこういうものをもっと講座の中で活用していくようにですね、これからはテキストをこの形で提供していこうということなんですね。ですとどういうふうに変わるかというと、先生の話をお聞きするというだけではなくて、その話を聞きながら自分の中で関心のあるところをこう見ながらですね、話を聞きながらチェックできると、とより理解が深まる、自分のペースで理解ができる、そういうことなんですね。サントウェダ物語の物語も、ひとまず今回私たちが作った新州ウェダと横浜開港物語ちょっと載せました。それからシルクロードの背景になるですね、その生糸輸送の交通史について、私たちのグループで研究している方いますので、それをまとめてもらったものを載せてあります。なかなかちょっとここまでうまくまとめる人はなかなか今いない実情です。で、私たち今やっているのがですね、博物館やそれから地域にある資料、昔のものをこう掘り出してきて、見るということなんですけれども、ペリー来航の時ですね、横浜開港とはと違うんですけれども、これがですね、上田市立科学博物館にこういうものがありまして、おそらくこういうものが全国にあったんではないかなと思われますけれども、こういうふうに非常に細かく丁寧にですね、記録しているんですよね。で、この資料もですね、こうやって見ると短筒って書いてありますよね。非常にリアルに感じられて、図録ではこういう面白さは全くなかったなと思うんですね。で、一つ一つ絵のについてですね、説明が書いてみんな読めますし、非常によく見えますよね。どうもこういうもので見る方がこれに向いてるんじゃないかなと思いますね。何人ぐらいでどんなふうな風にしていたかとか、非常に克明に記録していますね。500人ぐらいが、上陸したっていうんですね。はい。で、これが、そうですね、それからあと警護をした各藩の兵士たちがどういうふうにいたかっていうふうな絵が描かれていますね。で、これはですね、上田市立博物館にあった資料でして、開港当時の横浜です。これどういうふうになっているかといいますと、本当にですね、開港直前ですね。横浜っていうのはああいうふうにこうちょっとこう突き出た岬みたいになっているようなところにできたので、横浜って言ってたわけですけれども、ここに開港所ができるわけですね。だからできる直前っていうか、できた作ってる途中というでしょうかね。で、これは上田藩士のですね、赤
高松小三郎、あの解剖の兵学の方をやる人物ですけれども、その人物がまあ所有していたものということなんです。こういうのが上田に残ってるんですね、横浜の資料です。で、明日の街歩きはちょっとこれをですね使ったらどうかなと思ってまして、これは斎藤さんっていうお宅のものなんですけれども、ちょっと先ほど言いました、掛湯温泉の斎藤ホテルなんです。で、そちらの蔵にですね、あったものなんですね。明治10年頃の地図です。で、これどんどんと開いていくとですね、細かいところがよく見えるようになっています。で、区割りなどが意外と今と変わらないんですよね。これイギリス鳩場、象の鼻のところですね。ここが昔も今も変わらないと面白いんですよね。そしてこの辺はですね、これ会館って書いてありますかね、なんて書いてありますかね。ちょっとここはね、これはちょっと、本当はこれ、高精細に作ったんですけれども、 PDF で変換するとなぜかこれに表示してくれないので、ちょっと解像度落としました。それでこちらの方で見たいと思います。これはちょっとさらに部分の、拡大です。これの方がよくわかりますね。何浜町って書いてますよね。右浜町ですね。それから北中通りですね。北中通りと書いてありますね。はい、明治10年頃と思われますというふうに書いてますね。それからアルファベットでも書いてありますね。はい、こんなふうな地図ですね。で、これが明治初期ということですね。で、こうやっていろいろとこう見ることができますので、これは横浜公園ですかね、パブリックガーデンと書いてありますね。この頃はまだ、上田町とは書いてありません。ということですね。これはその地図の続きですね。横浜ステーションですね。桜木町駅ですね。現在と比べると何かがちょっと違うんですけどもね、線路がこちらの方から来てるんですよね。で、これちょっと続きがありますが、大きいので、部分で、拡大してますので、ちょっとここで終わってますが、これどういうふうになってるかというと、こういうふうにぐるっと回って、神奈川の方に行ってるんですね。そういう絵になっています。ですから鉄道がここからぐーっと行ってですね、こちらの方に来ていると。まだちょっと横浜駅というのではないですね。はい。で、その頃の上田はどうだったかと、こういうふうにやはり地図はありますので、ちょっとこれはもう少し後の年代の方がいいんですけれども、いろいろと借りられるもの、許諾いるものですから、上田市立博物館のこれをちょっとお借りしました。横浜とは違ってもすでにも町はできているということですね。これはですね、黒船来航スタイル瓦版です。これもペリー来航なので、横浜開港ではないんですけれども、こういうふうなものですね。太平安民鏡ですね。これも上田市立博物館にあったものです。なかなか面白いですね。で、これ面白いのはこの上の方にですね、どこの藩が、警護に当たったかというのが書いてありまして、真田信濃守、これは松代藩ですね。で、こう見ていくと、この時は、松平阿波守、上田藩は出てないですね。出てましたっけ。ここに鎌倉町の方で、ね、上田藩が松平がきちっともうちょっとこっちにありますけど、ね、そうですか。これ出てましたっけ。松平たくさんあってね、ないなと思って見てたんですけど、ありましたか。鎌倉の近くを上田藩のね、松平さんが書いてあります。そうなんですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、瓦版ですね。これちょっと面白いですね。で、これはですね、黒船来航が
田舎に与えた影響ということなんですけれども、もみをですね、献納するといろいろとこう大騒ぎになって、それの対応ということで、田舎までその騒動が及んだというふうな一つの証拠ですね。で、横浜開港に向けては、その開国はですね、上田藩もなんですけれども、まず松代藩の藩主、真田氏ですね、真田幸貫ですねが、老中になりまして解剖係になりますね。そして佐久間象山に、兵学を学ばせますね、というふうにして、一つ開国の歴史が始まるというふうな、先駆けを切っていますね。そして次、それに続いて、老中になるのがこの松平忠正、後に忠方と名前改めますけれども、この人物が松平藩主です。そして、ちょうど黒船が来航する時ですね、1853年の頃、それから次日米修好通商条約を結ぶ1858年9年の頃に、老中になるんですね。で、幕府が、主体的にこのことに当たるべきであるという主張をして、朝廷の勅許を得ないで、条約を結ぶということをしますけれども、それを仕掛けているのがこの忠方という人物ですね。井伊直弼が、実際には最高権力者でそれを実行しますけれども、それを後押ししているのがこの忠方ですね。で、松平氏の系譜についてはですね、もともとはこちらの上田ではなくてですね、播磨姫路藩ですね、そちらの松平家です。でこちらの方に移ってくるという形で、代々続いていきます。で、忠正ですね、この忠方もう最後から2番目の殿様になります。そして最後の殿様が忠なりですね。読み方が一人一つ非常に難しくですね、ルビ振らないとちょっと覚えられないんですね。ただなりですね、はい、はい、ということです。で、中井や十兵衛ですね、また明日お店の後を見ることになるかと思います。これはですね、横浜のですね、宿屋の広告ちょっと面白いものが残ってるんですが、これ斎藤旅館の方に残っ、斎藤ホテルの方に残ってたものですね。この斎藤旅館の、明治初期の、主なんですけれども、斎藤康雄太、先ほど安倍さんのお話にも出てきた人物ですけれども、この人がですね、たびたび横浜に来ていたということなんです。商売してましたので、でそこで泊まっていた宿屋の広告ということなんですね。はい、これその下の方です。津久井屋っていうんですかね、はい。でこれは明治初期の新聞で、これもですね、斎藤旅館に、斎藤ホテルにあったものなんですが、放置新聞郵便というふうに書いてありますね。ちょっとこれ映像の方はあまり綺麗でないですけれども、私これ実は昨日撮影してきたばっかりでして、で割とこういうパッドで見るとですね、この質感感覚って非常に大事だなっていうのを感じてまして、普通図録にするときには加工してこう綺麗にするんですけれども、ちょっとリアリティなくなるんですよね。でこうやって目の前で見ると新聞の木目からですね、質感まで非常によく感じられて、このリアリティがあるとですね、本物見てるよりも本物を見てる感じがするんですでこれいいなと本当に改めて思うんですね。なのでちょっとあえて自然光でですね、光の質感が出るような撮影しても、ちょっとこの画面の方で感じられなくて、ちょっとお伝えできなくて残念です。これはあとですね、横浜で発行された修法というふうになっていますね。内外商事修法というふうに、ウィークリーですね。でこれは英語とですね、日本語と混在になっています。で、タイトルは
英語っていうかアルファベットでザ内外商実習法というふうに書いてありますね。で、横浜証券銀行の広告ですとか、銀行の広告が多いですね。なんかこういう鉄砲火薬っていうお店などが出てたら面白いですね。これはですね、1901年、明治34年になりますね、まあ、この当時、こういうふうな横浜ではこういうふうなものが発行されていたというふうなことですね、はい。でまあ、この辺のものは全部斎藤旅館、上田にいろいろこう横浜とつながるものが残っているということなんですね。こちらの方は日本語で書いている裏表になっています。先ほどの英語ですね、はい。これはあの大日本産業歴史画というものなんですけれども、上田市立博物館にある、まあ、掛け軸なんですが、これもちょっと私たちあのデジタル化するのに非常に苦労しまして、あのちょっと素人では無理だったなというものだったんですけど、非常に細かく文字が書かれていてですね、よほど精度よくやらないと読めないんですよね、まあ、こういうふうな資料で、実はこの、資料はあの三種業というものが、養蚕というものがどういうふうな製造工程になっているかというのを、まあ、絵巻風というかあの掛け軸であの縦長に展開させているんですけれども、このうち11のエピソードというんでしょうかね、これが上田小さ型上田地域にに関わっているということで、上田小さ型というところがいかにこの三種業に大きく、存在感があったかということを一つ明かす資料になっています。でこれはちょっと先ほど阿部さんのお話もありました原町問屋日記という、これはですね、これ民間の記録なんですけれどもね、まあ、ちょっと公なものですよね。公文書ですから、公文、要するに、町で言えば町の議会記録じゃないけど、議会ではないけど、要するに公文書だからいくらでもっていうことですね。あ、そうですね、はい。で、なんとこれはですね、1600年代の中頃から、廃藩置県、藩籍奉還ですかね、はい、明治3年はですね、はい、ありますというふうに、これを見ることによって、上田の歴史が分かるという非常にあの貴重な資料になっています。でこれがですね150何巻かあって、一束がですねこれくらいのやつあります。先日一巻だけデジタル化しました、試しに、まあ、力すぎでできますが、ちょっとものすごい分量だなと思いました。はい、でこの中にいろいろとですね、またその先ほど の安倍さんにあった、安倍さんこの中からも先ほど紹介されてましたよね。このこっちにね、あの上田の三部さん書いてあります。あ、その下この下のですね、はい、違うかな、ええ、それかこっちかな、その下こっちかな、過剰な、あ、そこです、あ、これですね、ええ、はい、はい、ここにね、これが糸って書いてありますね。これが生糸類、それから織物、ずっと書いて、さっき言ったね、人参とかね、松油、それからね、あ、傘類って書いてありますね。さっき言ったのが、木綿ももちろんありますけどね、生ろうは、これ生ろうですね。あ、すみません、これ生ろう。というふうにね、いろいろ面白いの。でね、大事なのはね、比較的に会津藩も、先ほどね小泉先生おっしゃいましたね、会津藩とそのちょっとこっち、先生こっちが、会津藩と紀州藩、これ紀州藩です。紀州藩の産物、紀州ね、一番上には塗り物が書いてあります。でそれで紀州はさすがにね、みかんもあったし、九年木もある、これみかんの類ですけどね、そういうものが。で会津藩行くと塗り物がね、一番上田はね、初めからもうピシッと生糸類と、あのいろいろ出すんだけど、上田では生糸だっていう認識がもう殿様があるんですよね。そういうことが比較できて、これはとても面白いです。これ安政6年の5月7日の日記です。はい、どうもありがとうございます。はい、なかなかちょっと古文書を読めないんですけれど、やっぱりあの安倍さんのようにですね、読めるようになると歴史の探究ができて面白くてしょうがなくなるんじゃないかなと思うんですよね。はい、うん、それからこれはですね、あのキート商標、これ全部あの英語で書かれていますけれども、
外国に輸出してますので、ラベルはもう英語ですね。この辺はもうアメリカ向けになっていると思いますね。そうですね、アメリカ向け。なのでまあ英語なんですね、はい。まあ、この商標というのもデザイン的なところがあって、ちょっと面白いですね。もっとたくさんあります。はい、そんなところですかね、はい。というようなことで、このタブレット型使うとちょっと面白いんじゃないかなというご紹介も兼ねて、紹介させていただきました。横浜開港との関係で上田藩と上田とどういうふうなつながりがあるのかなと掘り起こしていくと、やはりそこに非常に重要な人物が出てくるということにまず気づきました。それはこの松平忠方という殿様なんですよね。でまあ、老中でもありましたし、改革推進をしているというご自身のポリシーを持って、政策をやってました。で、非常に特徴的なことは、外国との条約締結に、まあ、前向きであるというか、それをやらないと、まあ、日本は属国になるというふうなところから、まあ、日本を、まあ、救ったというふうな評価になるのではないかと思いますね。そして、さらに重要なことがもう一つありまして、その生糸の輸出ですね。先ほど安倍さんの方が発言できたそれなんですけれども、いろいろな物品を輸出することをまあ支持するということなんですけれども、その中では生糸輸出、そして中井や十兵衛と取引をさせて、上田だけではなくて周辺からもたくさん集めて輸出をするということをやるわけですね。でこれは推進したこの殿様なわけですね。ということで考えると、本当にこう貿易立国というか、産業立国の、まあ、一つの先駆けというふうなところを、まあレールを敷き始めたというふうな先駆的な政策をした方ではないかというふうに思うと、これは本当にこの三と上田の一つの引き金というか、最初の、入り口を作った人物として評価されるのではないかというふうに私は思います。で今日実はですね、松平家、上田の松平家の直系でもいらっしゃいます、浦部信子さん、今鎌倉の方にお住まいなんですが、今日ですね、こういう催しがあるということでお越しいただきました。ご紹介いたします。私たちもこういうふうな形でご紹介というか、こちらにお越しいただけて大変ありがたく思います。この松平家の過去のですね、歴史といいますかね、その辺に関してはどういうふうにこう受け止めていらっしゃるんですか。実はその一番私が母や何かから聞いてるのは、一番最初はその家康公のひいおじいさんが5人兄弟で、その家康公の先祖はその5人兄弟の長男で、うちが5人兄弟の一番末がずっとこう来てると。で昔は皆様映画やなんかでご存知だと思うんですけれども、その家を存続させるっていうことがもう一大、はい、もう一番大事なことなので、もういろいろその皆様いろいろ研究してくださったり調べてくださった中から、もういかにその松平家を絶やさずに、ありとあらゆるその、なんて言うんでしょう、徳川家がちょっとこう大名を潰しにかかった時もうまくこういろいろその考えて、とにかく松平家をずっと存続させなければっていう、そのいろんなその苦労というか、それをとても母もよく言っておりましたし、とてもそれは大変だったんじゃないかと、それが一番その松平家で私が感じることです、うん。あ、そうですか、はい。そうしますとはい、ご家族の中でこう代々とそれを語り継いでいくという、そういう形でなんでしょうか。はい、はい、
あの本人あのなんて言うんでしょう、もう 家ありきで、はい、個人の意思とか、そういうのはもう全て、はい、ダメという。あ、そうですか。あの現代になってもなおですか。今はもうですから、はい、それで戦争でガラッとその、価値観が変わりまして、はい、ですから、はい、私が思うには、あの母が一番というか、大変だったとは思うんです。それまでの生活と、それから戦争後の生活が、全く違うというか、はい、それで、ただその、ただ、その開国、はい、今の話の方が私のひいひいおじいさんになるんです。はー、はい、あの最後の、ただの息子が私のひいおじいさん、ただなりですね、はい、ただなり、家では中霊子、中霊子って言って、はい、中霊と書くので、あ、そうですね、中霊子、中霊子って言ってるんですけれども、先ほどのところこれですね、はい、はい、そうですね、名前が非常に読みにくいとかわからないの で、はい、ルビー振らないとわからないんですけども、はい、先ほど話をした老中がこの忠正、はい、忠方ですね、はい、その息子ですね、はい、忠成ですね、忠成、はい、で私が すごいなというか、思ったのは、その明治になった次の年にアメリカに留学するんですね。そうなんですよね、はい、本当に明治になった次の年に忠成公と弟の忠敦公と二人で、はいはい、アメリカに留学するんです。それで、はい、最初ボストンのラトガーズ大学っていうところへ行きまして、うん、はい、でそこで勉強して、そこからマサチューセッツ工科大学ですか、そこに移りまして、はい、それで二人でいろいろその何て言うんでしょうか、設計とか、そういう勉強して、ただその弟の方はアメリカ横断鉄道を引いたり、はいはい、それからニューヨークのブリ橋がありますね、はい、ブルックリンブリッジですか、ああニューヨーク、はいはい、そういう設計に関わったりして、いるんですけれども、ただその明治になった次の年にアメリカに行こうっていう、ふうに思うっていうのは、やはりその忠方公の影響が非常に強いのではないかな、なかなかそうは思わないと思うんですね、それでですから、その考え方も非常にこう今までの日本人とはちょっと違うというか、忠成公が、はい、とてもそういうエピソードはいろいろ聞いております。そうですよね、はい、皆さんいろいろなお殿様の明治になってからの話というのは大抵は家族というのか、はい、なりますけれども、国を出てしまうというのも非常に革新的な殿様ですよね、ちょっと普通考えられないというか、はい、他にないんじゃないですかね、はい、と思うんですね、うん、それで実はそのいろいろエピソードの中には、とにかく向こうで勉強したり、いろいろ向こうの考え方を吸収したいっていうんで、ずっとこういるんで、はい、とにかくまだ明治になったばっかりですから、もうなんて言うんでしょう、ガラッと変わるわけじゃなく、人々の考えが、ですからとにかく松平家は存続させなきゃいけないって言って、今度そのなんて言うんですか、宮内庁も絡んでくるらしいんですね、はい、今までは徳川だったのが、今度宮内庁も絡んできて、とにかくその いろんなことにその宮内庁も、なんて言うんでしょう、こう
意見を、聞かなければいけない、はい、でとにかくその家を存続させなければいけない、で帰ってこい帰ってこいというのは2人がなかなか帰ってこない、それでもとにかく帰ってこなければっていうのを何回も何回も言っても7年くらいはいたらしいんですね、かなり長い間で、実はその忠成公と忠厚公のお母さんが違うんですね。それで何か聞いた話ですけれども、その家臣の方が忠成公派と忠厚公派がいて、まあ、2人は仲いい、2人でアメリカ行くくらいだから仲いいんですけど、はい、帰ってきたらその当主に忠厚公をしたいとか、いや長男の忠成公がなるのが普通だろうとかってこう、家臣が結構対立していて、はい、それでその2人で帰るっていうことになったんだけれども、その帰って2人で帰ってくるとまたそこで揉めるので、もうその忠成公が長男だからっていうんで、忠厚公は帰る直前に帰るって言ってて、帰らずにそれでアメリカに残ったんですね。ですから忠厚公の子孫の方はアメリカにいるんです。それで私の祖父がやはりその向こうからその戦争前にそういう方とこう何て言うんでしょう、まあ、いるっていうのをこう探し出して、で文通をしていて、で戦争になって一度途切れるんですけれども、何年か前にその忠厚公の子孫の方から上田氏に連絡があって、はい、で上田氏からうちに連絡があって、今はずっともう本当に、まあ、親戚といえば親戚ですから、お互いに交流して、向こうもずっと続いてますし、でも忠厚公だけが日本人で、あとはもうみんなアメリカの方ですから、もう全くの外国の方にはもちろんなっちゃっていますけれども、いまだにずっと交流しております。ああそうですか、はい、忠成さんは、はい、アメリカに行って、で、その、それでご子孫といいますか、あそれで帰ってきて、帰ってこられたんですね、はいはい、それで私の祖父が子供で、はい、で母が、私の母がで私です。はいはい、はい、あなるほど。この忠成、その忠正については何かお聞きになっていることありますか。母がとにかくそのいろんな産業をとても奨励して、もちろんその絹のと上田紬と、うん、それから花岡塗りとかっていう塗り物とか、はい、いろいろなそのとても産業を奨励した殿様だっていうことは母から聞いております、うんうん、あ、はい、あそうなんですね、はい、本当にちょっと私も今回この忠正ですね、はい、まあ、忠方の、はい、大きさっていうのを改めてこう再認識をしたようなところなんですけれども、はい、あまりこうまだこう歴史的な再評価が進んでいないかなって感じはしますね。とてもその開国派で、うん、その考え方がとてもなんて言うんでしょう、先を見る目があるというか、うん、ね、そういうことも聞いておりました、ね、はい、だからなんかとってもこうなんて言いますかね、この、開国とそして木と輸出と、はい、まあ、日本がもうガラッと変わるというところの推進力でもあって、はいはい、本当にこうなんて言いますかね、普通ではできないことをやってしまった方っていう感じがしますけどね。はい、はい、あと先日あれですね、まあ、現在上田市立博物館で松平家の花宝展をやっていますね、はい、あれは最近なんか見つかったものなんですか。今真田神社って
って言って、はい、あの上田氏はもう真田さん真田神社になっているんで、あの、はい、本当はあの松平神社で昌平神社ですね、神社ってずっと言ってたんです、はい、うん、で、あのやはり昌平神社じゃあその観光客は呼べないというのであの市の方がなんか真田神社に変える、うん、で母はちょっとそれは不満だったみたいなんですけれども、はいはい、あのはい、うん、まず行政の方のあれだったんですね、そうなんです。それで観光のために真田神社っていう風に変えて、うん、はい、でだから真田さん、あのその神社はなんかあのうちがあの、伊豆市から来る時に、はい、あの向こうのそのうちの守り神の神社を持ってきた神社なので、はいはい、真田さんに関係ないって言えば全然関係ないんですけれどもでその松平家の家宝があるわけですよね。そうなんです。それでその神社の中にそのいろいろなその、あの兜とか、いろいろなものがあったのを、あの神社の改修工事をして見つかって、はい、それであの博物館の方に展示していただいてるんです。あ、そうなんですね、はいはい、いやちょっと私もあのこの忠方のもの知らなかったんですけども、これは忠方が着ていた甲冑なんですね、で、この人物の、肖像画がないんですよね。あ、はい、あの私のひいおじいさんは写真とか、でこの息子さんは非常にあの先進的で、アメリカへ留学してしまうぐらいの方だったわけですけれども、写真も好きで写真たくさん残ってますね、はい、そうなんです。でこの甲冑や何か の, その保存状態がすごく綺麗で、いや本当にあの美しくて驚きましたね、あの糸やなんかも全然傷んでなくて、そうなんですよね、はい、色も鮮やかで、ほとんど黒くこちらでは分かりませんね、はい、はい、とてもびっくりしました、この間拝見して、うん、はい、いや大変素晴らしいものだと思いました、はい、あのまたあの後ほど懇親会にも、はい、あの出られますので、皆さんからもまたあの色とお話などあの聞きあのお話しいただければと思います。どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。で、あの明日のですね、あの街歩きなんですけども、まあ、こんな歴史があるということで、まず歴史を認識していただくというところが興味の接点ですね。あのこの区画が非常にあの今と比べてどうなっているかっていうあたりが、通りの名前入ってますしね、おそらくあんまり変わってないですよね。ほとんど変わってないですほとんど変わってないですよね、あの、この辺りは変わってないですね、堀がないので、まあ、このところが例えばですね、鉄道に変わってるとか、高速道路に変わってるとか、そういうような大きな違いはありますけど、はい、逆にこういう路地に入れば入るほど全く同じ で、ここにあるようなそのなんとか通りとか大田町とか、弁天通りとかいうのは全部サインが入ってますから、それを見ながら歩くとどのあたりか、あ、そうですね、はい、はい、まあ、あといろんなものがですね、これあの細かいところ見ていくとありまして、フランスとかですね、ドエツドエツ、それからこれなんて読むのかなと、オランダじゃないですか、オランタと書いてありますね、オですね、オオランタですねこの頃は脱線振らないんですよね、うん、あ、振らないですね。だからさっきも海岸って書いてたのは海岸通りのことです、ね、あ、そうですね、海岸、海岸ですよね、これね、そうですね、これ海岸と書いてありますね、はい、あ、そうですね、でもなんかこのところに北中通りとか書いてあるとなんかドキドキしますよね、北中通りなんかその上にいる、その頃からあったんですよね、先生ちょっとです、はい、ここのね、北中通りはちょっとはい、なぜこの地図が斉藤さんのお宅にあったかといいますとね、江戸初期から明治中期までものすごい博物館建てられるくらい資料があります、うん、上田地方随一って言っていいくらいでね、それを私、まあ、知ってて、上田志士を書いたりいろいろするときにお邪魔して、この地図や帳簿を見たら応行者って書いてあるんです。応っていうのはあの盛んの非変に王のね、行は普通の業者、その頃
銀行関係、こういうお宅はまあ金融もやってることがあるもんで、それかその帳簿かなと思って見たらね、実はキートの帳簿なんです。えっと思って見て、その目で見ていったらね、いくつもキート関係が出てくるんです。それで先ほど言ったの、横浜から来た新聞や大地新聞もみんなぐしゃぐしゃです。それでね、えっと思って、いや斉藤さん、奥さんがんと熱心な方で、お宅明治の初めにキートをやってたんだねって言ったら、え、全然なこと知らない、聞いてない、じゃあお嫁さんに来たから知らないのかと思って、ご主人表示さんって聞いたら、もちろん知らない、もう忘れられてる。そのやってたお宅でね、やってたお宅でキート機械製糸場やってるんです。それで横浜の渋沢、だんだん調べてて分かったんですけど、横浜のその渋沢商店キートを出してます。その中からね、こういうのが見つかったっていうことで、先ほど言ったようにやっぱりゴミにされてる中に、特に明治のものは貴重なものが出てくると。ご紹介いたします。サイトホテルの元おかみさんなんですけれども、これがなんかその昔の旅館だった建物らしいんですけれども、嘉永年間にできたって言うんですよね。ここがペリーライトですね。これはこの建物が何年かの建物ですね。あ、そうですか。ペリーライコの頃ですね。随分手を入れちゃってるんですけど。じゃあもう160年ぐらい。で、あの、見ますとまだその当時、あの、家屋の陶器ってないので、だから明治があるんです。未だに現役の建物なんです。届きましたね。で、ここがあったり、庭があったり、全部ここで旅館をしてて、ですか、ここ今、お部屋約18部屋くらい取れますね、今の。はで、ずっと向こうまでそうだったんですが、はい、ここは仙台で、今、土蔵はそこなんですよ。はい。であの蔵に入っているんですね。3つ土蔵なんですね。あの3つあったらしいんですが、今この1つになっていると。あの、開けない。はで、この一丁の木は多分120年ぐらい経ってるんじゃないかと思います。はい、でちょっとこの後蔵を見せていただきますが、ちょっとこれまだですね、撮ったばかりで編集してないもんですから断片でお見せしています。うん、こんな蔵、これ蔵の2階ですね。明かりがないので、あの明かりをつけて、それで、やりました。森屋明治18年というふうに書かれています。森屋団地ですね。石膏ですね、これ石台。はい、ちょっとあの時間も考えていますので、でこの斉藤森岡さん、はい、この人ですね、はい、さん、たくさん安岡さんなんですが、このさっきのお見事やった人が、はい、寺子屋をやって、それの、寺子屋をやった、生徒さんが建てたあの筆塚が、そこの郵便局前やってたとこの横にあります。はい、だから取っときなさいっていうんだろうと思うんです。はい、でこんな形で突然としてるんですけれども、いやもうここらが宝の山なんですね。未整理なのこうしてみんな。じゃあちょっとご披露したっていいんでしょうかって感じなんですけれども、あのいいですよということなんですね。これは調査のこれまでのこの映像自体がめちゃくちゃ貴重です。昭和30年代の、はい、まあ、ちょっとあの触りをお見せ、いたしました。はい、ということで、まあ皆さん明日街歩きの時にできればこの地図、ご参考にしていただきたいなということなんですけれども、この掛湯温泉のですね、この蔵から見つかった地図ということなんですね。でひとまずこの辺で一区切りということに、ね、はいはい、させていただいて、またあの次懇親会でですね、はい、それと、6時からという情報交換したいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい。